人である酒井さんとの再会の模様をスッキリでもお伝えしましたけれども、昨日こちらの酒井さんに捧げる感謝の滑りを披露しました。17,518 人の福島県南会津町、昨日平野歩夢選手が訪れ、町全体が熱く盛り上がりました。役場には祝福の垂れ幕、15歳のメダリストを一目見ようと町の人たちが詰めかけました。いやいや、かわいい、かわいかった、ここ福島県の会津高原南郷スキー場は、平野選手が小学生の頃、地元新潟県村上市から片道4時間もかけて練習のために通った場所です。今回3年ぶりにこのスキー場にやってきた理由があります。それはある恩人の存在。その人物は南郷スキー場でハーフパイプの設営を手掛ける酒井義則さん67歳。平野選手の家族とお付き合いのある酒井さん、父親の秀則さんは感謝の気持ちをこう話します。毎年お世話になったので、今回も早く酒井さんの方に報告したかったので、なかなかタイミングがなくて今日来れてよかったです。久しぶりに見た南郷のパイプはいかがですか？やっぱ相変わらず綺麗に整備されて、はい、競技者のことを考えているパイプを作っている職人さんが作っているハーフパイプです。小学生の頃、酒井さんの家で寝泊まりをしながらテクニックを磨きました。メダル獲得の原点ともいえる場所なのです。フロントサイドからのテイテイ、ここも余裕ある。ないないですね、はい、そしてダブルコークのテイテイ、きた、決めてきた。前日スッキリの企画で平野選手が酒井さんと久しぶりの対面を果たしました。南郷に通うことも多くて、酒井さんにいろいろお世話になったこともあるんですけど、パイプ直してもらったりだとか、そういうのが本当に今のオリンピックにつながって、この結果も酒井さんのおかげだと思って、と感謝してます。ありがとうございます。この再会をきっかけに平野選手が3年ぶりに南郷スキー場で滑ることになったのです。この前ね、テレビ局で南郷に俺に行きたいっていう、多分来てもらうんじゃないかなということで心待ちでしたね。実現しました ね、 ね、よかったです。出演の後、酒井さんと平野選手の家族が話し合いを持ちました。そして世界へと羽ばたくきっかけを作ってくれた酒井さんのハーフパイプを滑ることが決まったのです。昨日平野選手が酒井さんに捧げる恩返しの演技を披露しました。昨日平野選手が自身の原点である福島県の会津高原南郷スキー場を訪れ、恩人の酒井さんと再会しました。酒井さんがスノーモービル運転してますね。そして後ろに平野歩夢選手です。あー、酒井さん、酒井さんの後ろに平野選手が乗っていました。平野選手だけでなく、お兄さんの英寿さん、弟の海舟くんも滑りを披露しました。平野三兄弟揃い踏みです。
ちょっと注目でついていけないような感じ。なんか目標はありますか？この3人でオリンピック4年後。はいはい、4年後でも何年後でも。丹念に作り上げたパイプで3年ぶりに滑る姿を間近で見た酒井さん。なんか酒井さん今日一番嬉しそうですね。いやダメだね今日はもう嬉しいだけですもんね。そうね、こんなところでわざわざ来てもらって本当ありがたい。平野さんのパイプで南郷で滑ってますよ。こんなようなことないしね、光栄です。滑り終わると南会津町の役場を表敬訪問。酒井さんはその姿を見守っていました。今日は待っていただきありがとうございます。オリンピックで銀メダル取れたのを本当にいろんな人が支えになって応援してくれたおかげです。ありがとうございました。平野選手からあふれる感謝の言葉。その時、これからも体に気をつけて。平野選手にとって南郷ってどういう場所になりましたか？そうですね、もう本当小さい頃から車の中で寝泊まりしてってそうやって通い続けてきて、小さい頃から本当お世話になって、ね、パイプも大きいんですごい練習にもなって、すごい何だろう、今までオリンピックまでに意味があったことだと思います。南郷との縁を作ってくれた酒井さんに何か一言ありますか？そうですね、感謝してます。そうおっしゃってますか？3人で兄弟でオリンピック目指そうかなっていう気持ちになってるよっておっしゃってましたけどね。